お疲れ様スロットです。今日はこちらエリババレイジやっていきます。さあ久々にちょっとエリババを、ね、使ってみようかなと思いまして、まあ最近強い進化ボンバーと進化ウィザードをね、はい連れてきました。で、環境でもね、はい壊れてる文句も一緒というわけで、まあスケヒースピのね、マジ高回転エリババレイジです。やっていきましょう。さあ久々にエリババ使う気がしますね。今はマジでいないな。なんかジャイとかには強いんですけどね。なんでだろう。なぜかわからないが使われない。まああんま強くねえんだろうな。エリババね。はい、でもロイには強いです。はい。熱い。ロイジェン吹けたのはいいね。で、ちょっとこのモンクと相性がいいね。ボンバーとウィザードを両方連れてるっていう、ちょっとレアかもしんない。なんかどっちかがデッキに入ることはね、よく見る気がするんですけど、両方が入るのはね、あんま見ない気もする。ボンバーごめんね。マジでごめんね。俺も君を救いたい気持ちはあったんだよ。え、熱くね？え、やる気？え、なんか違う違う違う。俺の思ってんと違う。俺の思ってんと違うが、待って、やばい。エリババが、え、綺麗なレイすぎる。ちょっとあったな。いきなり、いきなりエリババぶっ刺さって勝つみんなやったけども。まあエリポン置くか。ハシマエロイ来たらもうエリババかな。ファイボー、はいはいはい。でもお互い文句なんで反射したいな、されたくないな。でウィザードは結構お休みかね。うん、なんかからのこれもエリババ行っちゃダメ。エリババ行っちゃダメですかね。ヤンキーすぎるかな。いや行ってよさそうだよな。なんかあんま考えない方が多分強いな。防戦やばすぎる。熱い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 。いけいけいけ。走って止まんないよねー。オッケー。簡単か。簡単ですか。いやで、ね、ここはねリポンいっちゃいます。でボンバースケとか、まあスケ出して早めに溶かして、はいオッケーオッケー。来ないね。いいね。なんかその文句でさ、相手のダガーを眠らせて、眠らせてからが強いな。エリババをね、相手倒すのがなんか大変そう。こんにちは。かわいそう、文句。しばけ。おい、待って、エリババレイジの防衛強くね？文句もある。え？殴られない？殴られないなんてことあんの？で、なんか文句がね、ちょっとエリババを先に行かせようとしてんだよな。うちの性格出てんだ。うちの文句はね、最後尾。どう考えてもこいつは先頭行かなきゃいけないんだけど、なぜかこいつは最後尾にいる。よし。これやばい。ダガーも強いから瞬どけ。おや。さあロイジャイにぶっ刺されるよ。もう来た。いいな。ウィザードはねちょっと今回はまあ手札回しぐらいだったっすね。まあ文句いるんだね。まあでも相手の文句と自分の文句で相殺して、まあなんか何もなかったようにすることはできるんですけど、まあ相手が文句の時はね、無理して出さないか、まあ相手が文句さえたら出すか、まあなんかタイミング見ても良さそうね。一応8枚プリン警戒。そう、ザップね。まあラバーだったら、ボイドが、これ、やる意味ねえかな。そうや、忘れてた。俺エリボン持ってきたけどさ、最近ってボイドがおるんや。いやボイドに勝てないんだよね。あ、ウィザードがね、ウィザード、ウィザードじゃないエリボンがね。まあウィザードもか。まあ延命すればいいんだけど、いやー俺なんかぶっぱしてから考えたいよな。一回だけマジで遅れてこのウィザードで許してくんねえか。お互いきついな今。究極に。いやでも俺は折ったぞ。エリババで俺はちゃんと折ったぞ。いやここエリババいけたら強かったな。なんちゃ。いやー悩むが、やめるか。さあてか相手スケがいたな、珍しくね。いやーこれさ、エリポン置いてまたボイド打たれんのか。真ん中に置いてさ、ボイド警戒のボンバー出せばよかったな。
あーこれ2ヤードぐらい取られるんだな。いやバカエリボンか。いやこれスケ来るよマジ、俺にはわかる。はいこんにちは。来んのかーい。やばいそれはまずい。全然なんかあんま見ねえラバだな。やばい、やばい、普通に捨てたい。いやまだ頑張れるな。逆に美味しくね。いやまずいこれ。うわースケキンだな。いやそこに出してくれるのはパツイコ、跳ね返してよ。いや見て、進化ボンもいるんです。うざさだけは一丁前なデッキ。え熱い、これ最悪ウィザードボイドで行かれてももう一発回せるっす。てか回す気合でトイレして、トイレで耐えて、ウィザード最強です。めっちゃ強いですやばすぎる。まだシールド持ってるわ。いやだからウィザードだけで頑張れるわ。だからエリポンにボイドを打たしてのウィザードがね残るみたいなね、このエリポンとウィザードどっちにボイド打つの戦術ね。わあ熱っ、ウィズくんやるね。てかボンバーもやるな。なんかこの2枚進化のデッキって存在しないんだよな。だから基本的に進化ナイトとかが入ってくるから、進化スケとかなんかねロイジャイとか。でもこの2枚の進化構成めちゃんこ強い説ある。実はもうウィザードさよならして、ロイジェイっぽいなめっちゃ。んーじゃあいい、まあ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 いいよ。ボンボン一発いいね。まあここは相手のだけまず把握するとこからで、まあジャイダクネウィザードないとね。まあバルーンのパターンもあれば、なんだ、まあただのジャイレイジのパターンもあるよと。でこれ確定でボイドが来るはずです。延命します。この辺だろ。んできない。スケからか、スケからのなんかいい感じの位置にヒースペ出して2回行けとかできないのかな。できねえか。できなそうだったな今の。いやまあしゃあねえよな。うん。一本の弱み、めっちゃ強いそれ。え。なんかグログどけたら、俺が文句後ろで行けよ。そういうこと。よう分かってんじゃん。これ止まんなくね？ヒースピ飛んでんのもでけえな。オッケー。いやマジカウンターエリババ強すぎる。で、ダガー寝てるから、うい！なんかさ、文句もダガー相手に、何？文句の HP と火力高すぎて、ダガーだと文句を無視したらタワーが折れるみたいな話を聞いたんですけど、ほんとかいな。だ文句強いんだよなマジ。高体力、高火力、反射できる、弱点なしようです。はい、これでウィザードで焼いて、危ない、よく耐えたお前。やばい、褒めたらどっか行った。いいよ。いやウィザード欲しいこれ。いやさすがに時間的に大丈夫な気するけどな。いやーすばらエリババ強くない？ちょ文句エリババがいいな。またそこをサポートするね、後ろのボンとウィズね。え、ボンウィズの進化流行んねえかな。なんか火力でめっちゃ強いんだけどな。文句ボン、文句ウィザード組むだけ強いか。まあどっちからも十分みたいな感じなのかな。
いや思ってたよりエリババが活躍してはいる。足を引っ張ってはいない。橋前プリン警戒。あーまあロイっぽいけどクロスもあるか。だからロケ削りもあるわ。あーいやいい、最近流行りのね。さあロケ削りデッキ、いやこれには結構刺さるんですよ、そのエリクサーポンプがね。一応警戒ね。はい、いやロケットエリポンに打たして1ワードゲットしてを繰り返して、うん、1ワードゲットしたかったな。警戒来るかな、来ない。いやまあこのダメージででかいよね。まあエリポン置いてから考えるか。でロケット打たして1ヤードだ。これ文句も手札にあればちょっと狙うことはできるけどな。いやだからプリンセス強えな。でも思ってたより痛えな、削られてる。でこのエリポンが最強ではあるか。ひとまずね、エリポン置いた後にナイトアオリトプリ来てもまあボンで耐えれるかな。おいしいね。いや無理やり回してんな。これエリババチャンスだ今のはね。まあ、進化スケがあるな、最悪。てますよと。イースピウッド避けろ、隅っこの位置でかい。でかすぎる。さあ一撃です。でエリポン置いとこう。よし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 。なんでエリポンいいんだよこのボイド環境にって思ってんだろうな絶対、普通に考えて。でロケ削りだともうこっから追いつけないような諦めですか。わあでけえ。やっぱエリババってロマンがあるよな。一発のこのね火力がね、男は大好きなんだよねこういうね。よし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 。いやーこれエリポンをね置いたからこそのね勝利だ。またレイシドラもよかったな、進化スケしばけたしな。これにも勝てんならマジで何にでも戦えそうだけど、いつかエリババが足を引っ張るときはいきます。なんかテスラを無限に延命されたらまあきちいか。まあ足前プリン来そう。お珍しい言うのよ。まあペッカかな、ヤナアメだけマジやめてほしいなこれ。いやペッカっぽいな、さすがに足前ペッカあるかな。ブー、なるほど。あでかいそれ多分やばい、全然痛い、全然俺の予定とは違った。痛い。いや痛っ、しかもボイドか。そっかペッカも、あーめっちゃいい足前ペッカやばい、まずい。え多分ヤナアメとかだと思うんですよね。一旦ボンバーに矢の雨を使ってもらって、でスケにマズネが来たらもう天才だね。よし、いやこれむずいな。いやちょっと熱くない？いやエリバマジで先行すなよお前、もうバカなんだろ本当に。いや待ってこれ絶対熱い。どう考えても熱いこの反射やばすぎる。さあ気づけばワンパン、なんだこれさっきから。文句エリバが強いか。気づいた、やった守れれば勝ちなんですけど、守れるかな。ボイドウィザードが最強サイクルね今。
まあ、エリポンいて打ってこいよっていう話よね。ボイド押す、いやもう延命できない。意味ねえかじゃあこれ。コスト捨てるだけ。いやでもボイド打たしたことによってさ、ウィザード最強サイクル50は止まる。これでイースピン添えた行、いやーやば、なんか相性めっちゃ良さそうか。こう見るとおかわりまでいけんな、これお腹空いたよね、やばい。おかわり弱い、待ってグロいこと起きてる。やばい、エリバーは何体になる、弱すぎ、金庫落とすの早っ。ちょっとやばくない、普通にてっか秒殺やばいな。ちょ今のやばくね。普通にぶっ刺さりだったんだけど。いやエリババは強いぞ、使われてないだけか。まあテスラには弱いから、この文句と組み合わせることによって最強になるのかもしんない。まずエリポンいて、いやジャイボイドっぽい気持ち程度の警戒、いやマジ気持ち程度だ。これいやどうにか延命できないかな、エリポンいてどうすれば延命できんだろうな。まあここ相手がボイド使ったあとなんで、普通にウィザード合わせてゆっくりでもなさそうだけど、スケドラ来たら文句でシールド貼ろうや。来たわ。いやー強いウィザード。お前はなんでそんな優秀やねん。なんかこれうざそう。やんやん、良すぎだろ。いやーエリポン来てー。お前置くけどね。いやまあ別にいいか。で進化ウィズで回収だ。なんか基本バルーンがいないイメージあるんですよ。あったらもう止まんねえしな、どうせ。はい、よし、オッケーオッケーオッケー。でこのウィザードのカウンターでボコそうか。2倍でも早く文句とエリババのコストが欲しい俺には。いやいいタイミングのザップだな、盾剥がすんだな。それでいや班長やばい、ちょっとやばい、いけ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 、お前らして。オッケーオッケーオッケー、防衛でこそ使わして。いやあとさ284ってさ、落とすの絶望だと思うじゃん。文句で終わり。文句で落とせます、俺ちゃんと守るからな、こっから。ボイドやで溶けるよね、知ってるよ。もう一周どう、進化ウィザード、こんにちは、端前止めしかない。あっあって言っちゃってごめんなさい。0時2周ぐらい、おいもう、いや気持ちよすぎんこれ。やばくないこれ、モックエリババさ、レイジーの進化ウィズでもノーマルウィザードでもボンバーでも何でもいいんだけど、やばいの。ドチンパンすぎるけど、ちょっと強いんだよなこのドチンパン。さあまあ流行りのロケ削りもあるが、ファイボや珍しい、クロスか、クロスっぺえな、だいぶ。まあやることは同じっすけどね、敗北かちょっとやだな。え、あっち食いよう、いやクロスっぺえな。まあエリババ行って運ゲーじゃね。
あー、ナイトの位置うまいな。でも関係ないか。やばすぎ。エリバーバー嘘嘘って言ってよ。え、マジで強いんだけどこのデッキ。どうしよう、自作です。自作もクソもねえが、なんか杖の入れといただけなんだけど。え、いや多分クロスですけど、もうなんか勝ったみたいなとこない。フフ、反射とウィザードで溶けて、エリポンが無限に溜まっていくよ。こっから楽しい時間の始まりだよって。え、結構あるやつだ。ウィザードマジ火力高えな、これやばいな。いや、なんちゃけ文句で終わりだもんな。でも文句の後ろにボンバー置いてさ、射抜いてさ、よいしょ。あ、ウッドも跳ね返る。かわいそうすぎる。うまいね。まあ、俺は気合で竹取って必死に。あ、着衣これ美味しいな。で、ウィザード出して、こんにちは、さよなら、バイバーイ。え、マジで強い、このデッキ。どうする？こんなデッキ入んないとしいけど。やばいね、まあ、これ、あ、着衣だったから、文句がよりぶっ刺さってたよ。え？え？文句、エリバは後ろからボンバーオアウィザード&ヒースピー、なんかえげつない組み合わせを見つけちゃったか。これはさ、加法しなきゃだよね、さすがに。あ、来た、面倒いの来た、ロケや。いや、まだこれでエリババを加法とはさすがになんないじゃんっていう話よね、冷静に。どう考えても加法するのはね、文句おじさんになるわけで。おー、ロケね、偉いね。え、めっちゃ強えな、文おじ。おー、出さないんだ。なるほど。まじ、足前プリンだけめんどい。う、それやばいよすぎる。絶対届かないんだよ。やばい。なんかおとなしく適当に回して後からプリン対応でよかったな。エリポンの時よかったわ。まずい、こうなってくるとまずいね。流れが悪すぎる。姉妹プリンに持っていかれるよ。強すぎたな、これどうなってんだよ。お、ロケね。いや、これ2倍タイム入る前に決着つけたかったな。まあでもなんとかなってくれ、祈りながら行くしかないか。やっぱエリポンクしか勝ち目ないね、はい。これよ、これ最初からこうしとけばいいんだよ。マジだ、出し前プリンだな、めんどくせえな。さすがに、いやー、これを突破できるかよね、問題は。これでいい、間にロケしかない。どっちだ、おや、
強気だねあんた。強気なロケットが来たが12。あーそれやばい。いやボンバーちょっと強いんだよ。うっやばい。ここのモンが進化してるまじ天国であった。マジワンチャンない。この俺のちょっとだけ頑張って貯めたエリアドで。やばい、これワンチャンありそう。ナイトのコストなければ。やべ、どう考えてもやばい。いやこれ最後に文句で相手のロケ反射できるわ。やばい最強きた。あマジそれ終わってる。この何こいつ名前とかあったっけ。棒。いやもう電柱強すぎる。なんだこれ。ああ何本出すの。ああやばいそれ。いやこうなったら終わりなんですよね。いやこれ文句早く死んでくれたらさ奇跡的な反射あるよこれ最後に。どう来い。えマジおる。でもウッドは跳ね返せない。うわマジ惜しい。うわー惜しい。ワンチョコラインなんかないとか来ない。うわね夢は見れた。いやもう一回ロケット反射しても多分届かないよな。よっつ高いよな。いやこれね1倍タイムの立ち回りでは勝てそうだったな。オッケーオッケーオッケー。分かった分かった。勝ち方は分かりましたよと。学びね。まずはエリポンがないっていうこの運ゲーに敗北した。無理やり回して。いやこれボンバーの方がいいか。ないと守る顔だけしとかないと怖い。おパルチドリルかスケラかポイズン。あーうーんまあドリルかスケラかどっちもあるな。いやでもこれいい流れだな。これエリポンで打ってもよかったか。ドリルとスケラどっちだろうな。よしよし。いいよ。いいよ。まあ、どっちもあるが、ややドリル臭くはあるな。いいよ。ねちねちいくよ。やれ、犬来てー。足前、ボンバー文句もあったけど。ほいほいほい。強気なポイズン打ってくんね。今だったの。マジ熱い。トルネか？やめて。はい、キモキモボンバー削りいきます。よしよし。ちょっと怖いな。ボン始めないと止めた方がいいな。スケラでしたね。ドリルの方が良かったな。トルネワンちゃん。いや、まあまあ。いや、まあ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 、こっからむずいな。なんか終盤にあると削るの大変なんだよな、これ。なんでやねん。高めに戦っていこうじゃないか。来い。タルババのトルネないパターンある、これ。
もしかしてだけど。ちょっとある。いや、俺はね、我慢の男って言われてんね。渋。いや、マジ粘り強く行くしかないよ。めっちゃなんか、来んの。やめてよ。テスラあるから。俺我慢の男って言われてんねん。俺はね、はしめチンパンの男とも呼ばれてんねん。いけ、レッツゴー、レッツゴー、止まんじゃねえよ、絶対。やばい、それだけやめろ。え、マジ強い。え、この顔だけやっとこうかな。この顔だけやって、走れるとして。やばい、シンクライトをボコしてる。やばい、それ。来た、絶対止まんないやろ、これ。にゃんにゃん。オッケー。こういうことよ。男は我慢強くね。よし。耐えました。エリパをいつまで置くか悩んだが、あそこまで置いてください。というわけで、エリババで、ね、久々に使ったのがめっちゃ強かったな。ボンウィズ、まあ文句だな。この辺との組み合わせもすごい良かったので、ちょっと皆さんもね、こちらのデッキ、ぜひやってみてください。よければチャンネル登録もね、お願いします。では、おしさまたね。